ムスです。ニガムス。こちらの葉っぱ今適用したんですけど、なんとですね、この葉っぱ、ここにちょっとうどん粉見えますけど、それ以外はうどん粉見れないですよね。見えないですよね。はい、ちょっとまあとあるものを吹きかけたんで濡れておりますが、おそらくはここにですね、かすかにですね、うどん粉病が出てたんですけど、はい、ほぼ消えちゃいましたね。というのもですね、こちらです。はい、こちら、あの、謎の組織から送られてきた、国家任務の pH13 アルカリイオン電解水。以前まではですね、取った時は100倍でやってたんですけど、今回こちらはですね、10倍液を作ってきました。で、それをここに撒いたんですよ、ここに。そしたらですね、以前は、まあ、にわかに、ちょっと、うどん粉が薄くなったかなーってぐらいだったんですけど、10倍液でしたらほぼ消えちゃいましたね。はい。で、これで皆様と一緒にやっていきたいのは、このうどん粉。はい。このうどん粉病ですね。はっきりわかりますよね、うどん粉病。ここにですね、この10倍液を吹きかけます。このように。はい。かかりましたね。この時点でだいぶ薄くなってきてるのはわかると思うんですけど、はい、ってことでですね、本日はですね、まだですね、皆様にですね、お伝えしなければいけないものがあるんで、はい、そちらがですね、今日ですね、たった11時半ぐらいに農協コントロールセンターに届きました。こちらです。カメガード、カメムシ除けですね。なんか引っかかっちゃうらしいんですけど、そういうことを言ってると。で、これが、この紙自体がもうその液体の匂いが移っちゃってるんですよね。うんこ臭いです。うんこです。で、この取説見てるとですね、カメガード、ここ見ると、まあ3リッター、現役3リッターを、3から4週開けて2から5回流すと。んな、ちまちまやってられませんので、明日ですね、このカメガードをですね、これ20リッター買ったんですけど、10リッターぶっ込みます。はい。はい。ってことで、これによってですね、ネズミモグラがですね、ハウスの中がいなくなればですね、これ以上のモグラネズミ被害にはなくなりますんで、はい。もう試算したらですね、今相場がいいので、おそらく75万円ぐらい年末までにショートしますんで、75万ですよ。はい。いろいろ、まあ被害が増え続ければ100万とか超えてきますんで、そうなってくるとですね、僕はもう年を越せませんので、首を吊るか、戸籍から抹消するかですね、いずれかの方法でですね、いなくならないといけないんで、お亡くなりにならないといけないんで、ってことです。最初はピヨピヨじゃんけんしゃ、じゃ、またくさ、ほんと臭いですね。うんこの匂いがほんと適してますね。はい、ってことですね。あ、そう、うどん粉お見せしますね。どうでしょう、ほら、まあ、若干残ってますけど、これ乾けばもうちょっと分かるんでしょうね。ただですね、明らかに100倍とはですね、聞き方がまあ10倍になってますんで、このレベルで、要するにこういううどん粉の胞子菌ですかね、とかに効果があればですね、ああ使ってみたいなと思われる方はいると思いますね。はい。ただ10倍なんでコストは高いですね。うん。ペットボトル、2リットルのペットボトルがいくらか分かんないですけど、
10倍で200リッターで巻くとして10倍だったら20リッターですからね。1回の約算で20リッター、200リッターのタンクに20リッターぶっ込んで、それで値段が5000円ぐらいだったらいいですけど、20リッターで10万もするんだったら手が出ないですね。ってことです。はい。そういうことです。